ど凱地が語る凱地劇団登園時代パート2い <laughs> きます最後まで聞いてくださいねえー、ね私が劇団登園というところにお世話になってこれ2年目ですねあ <laughs> まあ相変わらず同じメンツが出てきますはいドーンこれはねだ前も言ったように あのね、より信仰を深めようということで、まあ、ただ泊まりがけでガンガン飲もうということもあったのだが、えーね、俺ととここはねあいかここはねあの要はなんかさ進撃だしね <laughs> あんまりおしゃれなとこはやめようよって言いながら。 最初にまず美しながら高原高行ってそこから奥立品を確か目指したんですごいなんかねひなびた宿があってさそこへってさかそこに行こうってことでそこは夏だよね多分ね。でその前にまあ当時ね演出家の松川さんって方に「行くんですよ」ってさ「じゃあいいとこがあるぞ」とあの方はこう、登山がねご趣味だったんでここへ行って朝ね 日の出ぐらいに行ってみなすごい光景が見られるからっていうところで行っったたとここですねこれは良かったもうね朝霧がね沼にね湿地帯なんだけどもう立ち込めてすごくさなんだろうな幻想的っていうと本当にねあのうん鎮譜になっちゃうぐらいみんなでねおーっとね1分ぐらい見たね。<laughs> それで そ,そ,その時撮ったやつはねで日が昇ってきて次ドーン <laughs> 気持ち悪いの思うじゃないんだからいやこれねでもね死ぬ思いでやったのよじゃんけんで俺が勝ったのかなこれすんごい急でね俺の手離したらこれ針ねまあ針がよく針針って言ってたんだけど針ね下まで落っこってね大変なことになってたのよが <laughs> これは美しが原高原かな のところで遊んででる感じですね <laughs> バ,カ <laughs> バカがとか言っちゃう,そう,そうでこの時にだから一個だけねエピソード言ってあとは写真とまあ大体の説明でやればそんなに時間は取らないかなっていうことでこれ前言ったっけでまあ酒を飲むにもいいんだけどみんなで、ね、まあねいろいろ話し,しようよみたいな感じでそのまあ安い宿に行ったわけですよ。 この時ね、レンタカーだったっけど、俺の車だったっけど、俺こんで車持ってないなああ。あ、持ってないよ。<laughs> レンタカーかなんかで行ったのかな、忘れちゃった。で。いろいろこう分担して、俺がね、夏だったからね、花火やろうよっつったら、いいよ、いいよって。で。みんな <laughs>。外中花火買ってきてよっつって。で。<laughs> 花火、俺。五千円ぐらい当時で。 もう今から四半世紀以上前買っていたんで「バカか!」って言われたんだけどまあねもう宿に行って夜だよね <laughs> いっぱい入っててさ四半世紀以上経ってもねいやこれは本当にね人の不幸っていうのは笑っちゃいけないんだよ絶対降りかかってくるからもう宿ほど降りかかってると思うけど<笑>,笑っちゃいけ俺は何十年経っても人ができてない。 <laughs> で花火買っていってみんなでこうねその旅館の旅館民宿あったけど一応温泉ついてたんだよね。われちゃったら酒しか飲んでないから。ほ <laughs> んでその行ってみんなで酔っ払いながらこう花火パン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 いろんなのやってたのよ。で縁も竹縄になった頃になんかねそのはいまだ赤ん坊なのかなわかんないなんかそこの奥さんじゃないんだよねどっかに泊まってた人なのかな。なんんか若いお母さんがこう ね、お子さん大体こう遠巻きして見てたんだよ「ああ他の人も楽しんでくれてね」とか言うから「じゃあ最後いくよ」とか言ってこう打ち上げ花火をさこう真ん中に置いて「なーんにビール瓶くり抜けないもんななんかあったんだよねなんかの缶からにこう入れて火つけたらさ「いやそれ本当に笑っちゃいけない」その場でみんなに怒られたんだけどあれはやっぱ笑っちゃうよね。 あんな不思議なことがあるのかっていうぐらいでで <laughs> 誰だっけな俺かな俺火付けるの怖かったから秀ちゃんかなんかにやらしたのかな <laughs> 火付つけたらパーンパーンっておおっってさいきなりポーンって横に倒れてシュポーンシュポーンってこうさ大砲のように生きてそれがさそのお母さんのところにシュポーンって言ったら。 っってさびっくりするよねでお母さん逃げる方にシュポーンシュポーンシュポーンってこれはさい怪我もなくね、うん、平謝りに謝ったからよかったんだけどあれはねいや笑っちゃいけないと思ったけど俺だけ笑っちゃってさみんなにすげえ貧しくかったんだけどいやだって逃げる方に普通行くか花火が。 っていうか花火が行く方にお母さんキャーッキャーって逃げた花火がシュポーンシュポーンって,ってよかった怪がしなくて」っていう,うにくだらないごめんなさい下の服を洗っちゃいけないんだけどそんなねエピソードがあるということであああったねそれから56年経ってねなんかうん。 自分の付き合ったら姉さんのことギャラャギラ笑ったら真剣に別れようと思ったって言われたことあったあって面白かったんだもん。<laughs> まあダメやね。そうね。人が怪我するような場面で笑ってはいけないという。<laughs> あ、これ <laughs> ダメよ、酔っ払えな。そう。はい、じゃあ次の写真いきましょう。ドーンこれ稽古場でみんなだね。そうそうそう。こう真ん中でね。 メンチ切ってんのが、これコート太鼓っつってね、今でも劇団東映の立派な劇団員ですよ。俺の映画とか見に来てくれてね、いや、仲間だったね、この時ね、そうそうそう。ね、有名になった役者さんもね、なんか横の方にいますね。<laughs> 俺、どうやったかわかる? <laughs>。そうそう、はい、ね、まあ、なん、これあれだ。こ、これからの見せる芝居に向けて、稽古してて。 ね、疲れきったところにちょっとこうなんか撮ったんだよ。うん、あこれまたれ次はいどうこれあれだね、うん、いつもの中のいいねそうそうコートの太鼓がいてそうそうね俺とかハリとかユウ、まあ、ちゃんっていうのがね西岡ユウっていてねそう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 これはなんか別の稽古の時だね。はい <laughs> で何をやったかというとこれはねあれユウちゃんいるか。ゆうちゃんんい,いいいてだっけ あれあイリンでいた「が <laughs> めついやつ」という、あのーね、今でいう「アイリン地区」かなそうこの話を皆さん中山千夏さんっつっても分かる人少ないかなその人が俺なんか生まれる前に二、あのー、に,に生まれる前に子、えー、役でなんか大きなね注目を集めた作品ですよ。 この芝居の中で軽自動車軽自動車持ってきたんだっけなあそれなったな舞台に入んなかったか軽自動車はすごい舞台だったで何でしょう止めた瞬間みんなでワーってきてみんなバラバラにして「これなんぼやなんぼや」っていう役で俺はあの麻薬や原産っていうまたね図書館行っていろいろ調べなきゃなんないあの材料をいただきまして。 麻薬や原産このハンドルなんぼやみたいなやってね <laughs> で裏の役でなんかそのチンピラみたいなね役をやってやったんですよで次のやつがボンこれがね麻薬や原産だね一応役作りしたんだよこれそうそううんこのラ楽壇あれも買ったし下のやつもこれ作ったしこうそうそう軍服もこれね紅茶で染めると汚れるっていうんで紅茶で染めてまあ一応ちょっとダイエットして 描くしてんね。この時怒られたらあのモミあげどんどん書いていったらどん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 長くなっちゃって演出家がそのことにったらお前黒く塗った抜き板でもうバーンとま <laughs> インリで打っとけ。どう？分かんないでしょ？黒く塗った抜き板をインリで打っとけ。分からないよね。抜き板ってこうハスカイとも言うんだけどこう何？こう何だろう？こうね棚みたいのあった時にこう横にこうね。 こうガタンってなんないね。こうやるカイっていうこう細い、ちょっと長いこう板があるんですよ。それを黒く塗って、インニっていうのは一寸二分のあの釘で、ここに打ったけとか言われて、あ、これは化粧が大げさなんだなって思って。ちょっとこうぼかした感じです。<laughs> はい、次、ドン、あ、これね、これ裏の役のチンピラの時ね。そうそうそう、二枚目のね。そうそう、二色ゆうちゃんね、ゆうちゃんね、口はね。 歯にもうなかったからクソ見せ終われたけどねハハハそれで睨んでるわけじゃないんだけどなんかこれセリフ言ってるとこですね汚い字で俺が書いたのねあらあら年代分かっちゃうじゃんねそう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  <laughs> まあいや、はいかねってな感じでそうそうあで最後はこれだね最後バンこれね終わった後これゲネプロっつって1日前にねあのー、全く同じ転換ももちろん芝居も含めて お客さんまあ入れる時はもうあんまりないけど入れないで最後の、まあ、チェックみたいな本番通りやんのゲネプロダクションっつってゲネプロをやってその後でこうやっ撮ったやつはね俺は一応分かるかな <laughs> 役になりきってなんかおへえって顔してるけどうんこれね桃園パラータですよ。えがいかってな感じでね <laughs> 桃園2年目ねこういう大きな芝居に出ましていろいろね 勉強したのが身ついてるかついてないかね酒ばっかり飲んでる場合じゃないんだけど <laughs> あんな感じでやりましたねおいい感じだねこれでもちょっと長いくらいかなということでサブスクライブプリーズ <laughs> お願いしますすごいねもう百回以上こういうこと言ってるとね心がこもんないからいけないよねご登録よろしくお願いいたします <laughs> みたいな感じねあのサムズアップの方も評価の方もお待ちしてます コメント楽しみにしてますんでねぜひよろしくお願いいたします。<laughs> 頑張るぞまだまだね役者ねやり足りませんからやるっていうじゃあ演じると書いてやり足りないと <laughs> って感じでガイチでした。